2020年ロータックスマックスシリーズ第2戦、続いてはジュニアマックスクラスの決勝です。ジュニア世代の日本一を決めると言っても過言ではないメンバーが集まりました。今年のこの水波のジュニアマックス、その中で頭角を現してくるのは一体誰なんでしょうか。去年から引き続きジュニアに参戦しているドライバーもいれば、他のカテゴリーからステップアップしてきたドライバーもいる。新たな顔合わせでスタートした3月のレースから2ヶ月と少し、その間の努力あるいはいろいろな鍛錬がその結果が問われることになります。跳ねているドライバーもいます。もうじっと前だけを見ているドライバーもいます。クルーたちが退避をしてまいりました。それではジュニアマックス決勝スターティンググリッドをご紹介してまいりましょう。ポールポジションからスタートをしますのはカーナンバー21番 HRS ジャパン百瀬翔。2連勝に向けてポールからのスタートというこの上ない位置にやってまいりました百瀬です。今日はなんか落ち着いて走れている感じがしますよね。そう、本人もそれは感じているようです。さあ決勝どんなスタートを見せてくれるでしょうか。さあ一方でいつもいつもアグレッシブに攻めていきます、セカンドスタートカーナンバー87番ルーチェモータースポーツ乾大和。スタートで百瀬を抑える気満々かと思われます。このフロントローご注目ください。続いて3番グリッドカーナンバーは24番です、デルタモータースポーツ玉橋柚月。今朝タイトルトップだったのはこのドライバー、決勝で巻き返しを図ります。4番グリッドカーナンバー16番バズ with HRS ジャパン小俣里斗。先ほど周りを囲むピットクルーが濃いメンバーばっかりでした。小俣、あのメンバーにどんなことを教わってこの決勝4番グリッドについているんでしょうか。続いて3列目5番グリッドカーナンバー33番 HRS ジャパン西田未来。そして6番グリッドカーナンバー92番レーシングチームエイペックス浅見健信。以上がトップ6となります。ローリング開始です。それでは7番手以降ご紹介しましょう。7番手カーナンバー13番森下レーシング熊谷健太、8番手71番 ERS ウィズサクセス佐古龍馬、9番手86番チームエマティ中井春人、10番手17番 HRS ジャパン白石いつも、11番手81番チームエマティウィズインギング浦部和久、12番手5番エマティ翔太藤井、13番手10番ルーチェモータースポーツ酒井亮、14番手8番最後尾からここまで追い上げましたティームグローバル村井小太郎、15番手23番角栄レーシング上岡瀬奈、16番手25番レーシングチームエイペックス鈴木恵、17番手53番ブルービアレーシング吉田光大、18番手18番ルーチェモータースポーツ栗山雅樹、19番手15番グリーンブルーレーシングチーム小山田隼人、20番手22番家計レーシング市宮宗太郎、21番手77番スクーテリア PCR ケースリーレーシング三山雄星、22番手73番ホジャストレーシングカートチーム落合レオン、23番手3番プロテストモータースポーツ菅総志郎。ここまでが先ほどの予選ヒートでチェッカーを受けたドライバー、続いて24番手7番服部雄也、25番手95番岸富士、この辺りは止まってしまったドライバーです。そしてさらにフロントフェアリングペナルティがついたドライバーも続きます。26番手12番横塚大志、27番手43番河合春、28番手55番箕浦良樹、29番手38番坪井優樹、30番手14番飯田隼人。以上の30台です。さあローリング隊列はバックストレートです。結構ペースがゆっくりなんですけど、後方の方がちょっと詰まった感じになってますが大丈夫ですかね。ちなみにローリングペースこれでは遅いという声がタワーから上がっておりますので、この後のマスターズやシニアの皆さんよろしくお願いします。最終コーナーから立ち上がってまいりました。スタートは一発で切られるか、百瀬か乾か、スタートは切られました。スタート、ミススタートという声が上がっております。ミスアート、今1コーナー立ち上がりのところで若干接触もありました。ミススタートフラッグが出されました。ミススタートフラッグが出されました。
ミススタートという形になりまして、ローリング隊列組み直しということになります。さっき1コーナーで接触したドライバーはフロントフェアリング押し込まれてなければいいんですけれどもね。さあこれは決勝ですから、フェアリングペナルティがついてしまいますと、もうその時点で勝負権はなくなってしまう状態になります。あとこの決勝ジュニアシニアマスターズにつきましては、青地に赤バッテンの、全日本の OK などで見られる排除旗適用となります。周回遅れはありません。止まってしまって再スタートに手間取ったら、もうその時点でリタイアという状況になります。何としても止まってはいけない、最後まで生き残っていかないといけないサバイバルレース、ジュニアマックス。前回のウィナーは百瀬翔、2位は玉橋優月、3位は村井小太郎でした。百瀬翔はポールからのスタート、玉橋優月は3番手からのスタート、村井小太郎は14番手からのスタート。今度はスタートを切られました。さあ百瀬翔ちょっと出遅れた。乾大和が前に出てまいりまして、2コーナーそのまま守っていきます。乾大和トップで3コーナーをクリアしてくる。2番手には百瀬、3番手玉橋、その後ろから一斉になだれ込んでくる。5コーナーではどうだ、中盤から後ろ若干接触あるけれども、止まってしまったマシンはありません。さあ大きな混乱なくオープニングラップ、タコツボもクリアしてまいりました。トップはここで百瀬に変わります。2番手には乾、3番手には小畑里香が上がりました。さあバックされた。これはちょっと大丈夫か、ドライバー4台が巻き込まれるクラッシュになりました。さあこれでフルコース交渉です。フルコース交渉です。さあ今日ここまでは大きな混乱なく来ていたんですが、ここで大きなクラッシュが起きてしまいました。一番後ろで最後投げ出されるように止まってしまったドライバー、ちょっと腕を押さえていますが大丈夫でしょうか。市宮宗太郎、ジャフジュニアにも出てる子なんですけども大丈夫か、家計レーシングの市宮です。さあそして止まってしまったドライバーはもうこれは復帰できない状況と考えていいと思いますので、ドライバー退避が行われていきます。さあ落合レオンもいますね。それからカーナンバー7番服部優也、そしてもう1台がカーナンバー15番小山田隼人ということになっております。さあドライバーは全員歩いておりますけれども、大きな怪我がなければいいんですけれどもね。そしてこのフルコース交渉なんですが、バックストレートエンドのマシンが全て撤去されるまで続くという情報が入ってきております。フルコースポーションです。全コースイエロー、追い越しは禁止です。トップのドライバーはある程度の回転数を維持したまま隊列を引っ張っていくということになります。さあコース上に止まってしまったカートのドライバーはコース外に退避してください。コース内にとどまっている、止まってしまったドライバー外に出てください。退避をお願いします。まだカートの撤去が続いておりますので、フルコースコーション続行中です。帰ってきますとこれで3周終了ということになります。ドライバーはまだコース内に1人とどまっているところからあと1人です。百瀬翔、百瀬翔がガタガタ、いい、アッシャフトがこれもうダメか、帰ってきてしまった。なんとポールからスタート、前回のウィナーであります百瀬がもうこれシャフトが曲がってしまった状態で帰ってきました。これはもう復帰は厳しいといったところでしょう。さあ先ほどのバックストレートエンドなんですけど、中盤ぐらいでですね起きたクラッシュだったと思うのですが、上位のドライバーにもそういったメカトラブル的なもの、あるいはクラッシュの影響的なものが
られました。さあ今まだフルコースポーションとなっております。さあホームストレート上イエロー静止となりました。イエロー静止となりました。さあイエローが停止となりました。次からリスタートということになります。今周回は4周終了ですから5周終了という時点からリスタート、残り周回数は13周です。さあちょっと早いですね。なおーい乾くん、乾くん早いよ。まだ交渉中なんだけど、この辺からですよ、皆さん覚えておいてね。リスタートの時はこの辺りから加速可能ですからね。それまではこんなにちょっと早いんじゃないかなという感じがするんですが、さあリスタート行われるでしょうか。さあリスタートとなりました。さあ乾大和先頭に2番手は小俣里登、3番手佐古龍馬、4番手浅見健司、5番手玉橋ゆずき、6番手熊谷健太、7番手藤井翔太、8番手西田未来、ここまでがワンパックとなってリスタートということになりました。その後ろには栗山と中井がテールトゥーノーズ、さらにその後ろ今サイドバイサイドアウト側いっぱいいっぱいまで行きましたね。酒井亮がなんとか粘ってギリギリ前に出てきましたけれども、その後ろがまたタコツボでサイドバイサイドになっており、中盤から後半のやっぱりジュニアに上がってきてまだ慣れていないドライバーのバトルがドキドキするような危うさを秘めている状況です。さあ上位陣はというと、もうここら辺はねもうジュニア慣れしているというか、そういったメンバーなんですが、さあホームストレート1コーナーから2コーナー、さん今サイドバイサイドが起きたのはこれ玉橋と佐藤辺りでしょうか。トップ集団が8台となっています。引っ張っているのは乾、2番手に小俣、3番手には浅見、4番手に玉橋が上がりまして、5番手が佐古龍馬、そしてその佐古の後ろから後ろ熊谷が今タコツボインが狙ってきましたが、これは切ることはできません。逆に後ろから西田未来がスピードを上げてきまして、西田ワンポジションのアップ、西田熊谷藤井翔太という形で今 S 字の2個目をクリアしていきました。その後ろのテールトゥーノーズバトルは中井が栗山をかわしましてワンポジションのアップ、そしてさらにその後ろにはカーナンバー10番酒井を先頭に村井小太郎、上岡瀬奈、浦部和久、さらに鈴木君と白石いつもと、この16番手までが一段となっています。周回数は7周終了、8周目ということで、もうほどなく折り返しということになります。決勝です。今日は結構平和にレースが展開していて、ここから残り3つ気合を入れてといったところだったんですが、残念なクラッシュが起きてしまいました。さあこれによりましてフルコースポーションが続く、スタートしてから数周といったところですが、もう中盤に差し掛かっております。さあ上位でバトルが起きそうなのが今2コーナーですね。佐古龍馬とそれから熊谷と、もう1台が追い上げてきている、あ、これは藤井翔太ですね。藤井翔太とこの三つどもえ、ここがかなり接近戦となっています。トッパーといいますと乾大和と小俣里と、ただこの2台なんですが、後ろの方がペースが良さそうでだんだんと近づいてきています。小俣里登は今は乾大和に仕掛けずに見ていかないと、ここでバトルを挑んでいきますと、あっという間に3番手以降が追いついてきて大集団でのバトルということになります。1コーナーから2コーナー、さあそんな中動いたのは玉橋ゆずきだ。3番手争いが先に動きました。玉橋ゆずき2コーナーで前の浅見健信に仕掛けていきまして、3番手にポジションアップ、一気にその勢いで前の2台も捉えそうな、そんな雰囲気になってきました。一方前の2台乾大和と小俣里登は先ほど、まあ、これはちょっと仕掛けるつもりだったのか、ちょっと様子を見たのかラインを変えるようなそんな姿も見受けられました。乾大和が守り始めたらもう完全に後ろはついてくるけれどもというところ、乾大和陣営はもう後ろ見るなと、とりあえずマイペースで走れとイケイケのサインを出すしかない状況になっております。
ホームストレート。高橋のペースがいいですね。現在3番手。さあ2コーナーのところでトップ2がぐぐっと縮まる中、ああ玉橋やはりホステスと出しました。46秒595、あっという間に前に追いついてきた。さあ今回からデルタモータースポーツで参戦をしてきました玉橋兄弟。メカニックには OK を手掛けるようなメカニックが、さらにはプロドライバーを目指すし、カート何年ぶりにこのカートの現場にいるというようなメカニックもついてました。ドライバーの先輩として大きなアドバイスを送っていたと思います。そんな体制に支えられ、3番手玉橋優月、さあトップ2を捉えます。1コーナーから2コーナー、トップの乾は2コーナーでどうもちょっと後ろが気になるのか、ブレーキングで詰められている傾向にありますね。2番手の駒田のブレーキングが鋭いというよりは同じような感覚で玉橋も来てますから、乾がちょっと慎重なのかなという感じ。さあこれでトップ3三つどまりという形になった。さあそして4番手5番手争い、浅見に西田がタコツボ襲いかかりまして、西田4番手に浮上。スタート直後のポジションからすると西田の4番手はよく追い上げてきたなという感じがいたしますが、西田のスターティンググリッド5番手だったんですけどね、スタートの直後の混乱でちょっと落としていたのを今戻してきたという形になります。ホームストレートです。さあ玉橋優月がどこで動くか。12周終了、13周目、残り周回数はまだ6周あります。落ち着いていってもいいような状況。さあそろそろ来る、来た玉橋優月、エアピン飛び込んできます。立ち上がりも OK、 2番手に浮上。さあそして後方では4番手の西田が先ほどパッシングをしながらもパステストを更新するというかなりのハイペースを見せておりまして、これ現在3番手小畑リトなんですけど、まもなく西田未来追いついてくるものと思われます。浅見謙信がそこについていけるかどうかといった状況になっています。トップ5が通過。6番手にはカーナンバー13番の熊谷、その後ろに藤井翔太、さらにその後ろに佐古龍がちょっと離れまして中井春人と酒井亮、かなりそこからまた離れまして11番手18番栗山を先頭にして長い列となっております。残り周回数が5周を切ってきました。トップ争いの行方はまだ分かりません。乾大和、先ほどから次々と違うドライバーが前に行っては消え、前に行っては消えみたいな感じになっております。今回はがっつり表彰台乗ることができるか。1コーナーから2コーナーです。玉橋確実に詰めていきます。速さがあります。玉橋です。乾大和は開幕戦では第5位、表彰台の一番高いところに登れるのかどうなのか。玉橋このタコツボはちょっときつい前になってますね。もうちょっと詰めてからと確実に仕留めていきたいところですが、でも残り周回のこともありますからね。後ろの小畑リトがピタッとついていたら早めに玉橋も前に抜けたいでしょうが、小畑がついてこないと最後1回2回にかけるともう少し様子見るということもありえます。さあ後ろを振り返ったのは乾大和だ。15周終了、残り周回数3周、乾大和の後ろには玉橋がいる。分かってる乾、さっきの予選でも去年までは結構こう大暴れするイメージがあった乾なんですが、さっきの予選でもあなんかちょっと落ち着いて走ってるのかなというような、そんなところも個人的な感想ですけど見え隠れしております。乾クレバーなレース運びができるかどうか。帰ってくると残り周回数が2周になります。18周のジュニアマックスホームストレート、やはり後ろをちらっと振り返る。トップ2タイムギャップはコンマ218、そしてペースが上がっているのが4番手の西田未来です。4番手の西田未来もペースが上がっています。1コーナーから2コーナーに行く中盤のバトルも気になるところですが、トップ4からは目が離せないこの終盤。
残り1周半、玉橋そろそろ来るか、来たインサイド飛び込む、玉橋優月ここで仕留めにかかった。そしてクロスラインを取れない、ラインを通って後ろ2台ついてくるよ、ついてきて散開したのは小渡と、どうだ小渡大外から行った、そして S 字の2個目2番手に割り込んでいきました。さあこれで玉橋優月は楽になった。ファイナルラップ、小渡りとはこれを一気に捉えることができるか、乾大和どう動く、西田も速さはあるだけに前には追いつけると思うんですが、最後はチャンス狙って我慢するか、まずは西田未来入ってきた、立ち上がって3番手に浮上、乾大和は気を引きにですが前には出られなかった。そしてタコツボです、タコツボでは誰も動けない、玉橋優月後ろが気になる、ラインは抑えていく抑えていく抑えていく、また大外狩りするか誰か、小股今度は微妙微妙です、これは前には出られない、 S 字の2個目も抑えました、玉橋優月のこれは勝利。最終コーナーから立ち上がってまいりました、カーナンバー24番玉橋優月、クレバーなレース運びでトップチェッカー玉橋、開幕戦は第2位でしたが今度はトップを取っていきました。アドバイザーについている庄司優馬大先輩の教えが効いたか、玉橋優月トップを取っていきます。2番手小俣里斗もですね、今シーズン初参戦なんですけれども見事な表彰台ということになりましたね。3番手カーナンバー33番の西田未来は前回の第6位から大きくアップという形になりまして、非常に見応えのある最後数周となりましたね。ジュニア世代がやっぱいいバトル見せてくれると、なんかこう今後が楽しみですよね、一戦一戦成長していってくれたり、あるいはマックスの世界大会で笹原右京が勝った時のようにまたスーパーな子が出てくるかもっていうね、そういう期待も持てます。